バンパー外します。ここですね、このビスと、多分このビスを外せば交互やります。マイナスドライバーでいきます。よいしょ。で、この上のこれだと これですね。これもボンネットのビス、あとここですね、ここと、ここはもう外しました。ここは、あれ、ここは、こっちですね、これ。あと多分下、これと、これか。反対側のナンバーの下のこれとこれを外してみる。こことここは外したんだけど、もう一個ここにあったこれ左右にあります。あと微妙にここが微妙になんか引っかかってんだよね。ここ取っておきましょう。取れないね。ここは微妙に引っかかってる。取れた。ここね。多分これで。ここも微妙に引っかかってる。取れた。あとはこの辺りだよな。今これを取ってこれとこれとこれだと思います。これとこれとこれ、ビスが結構最初だから硬いです。緩み止めが塗ってあるので、スパナが汚れすぎやわ。ビスが汚れちゃってます。っていうか錆びてます。ここはこのとかで、
もう一本ここにビスがありました。で、あとすると、こんな感じ。取っちゃう。いやー、かて全部きっとすげえかて。ここ開けよう。これ開ける前に上がこっちです。はい、ここは挟んで、あれ、これもう本当にこれ勝ってんだよな。あ、これこんな感じ、こんな感じ。入る方向にしか入らないです。で、針金を、固定の針金引っ掛けて見てみます。かどうかチェックします。つくかどうかチェックです。ウインカーハイフラッシュになってません。ポジションキューについてます。これは直性がないやつだと思う。ちゃんと刺して回すだけです。このビスと、ここのビスと、ここのビスね。これを外せばドライブは取れちゃう。ここね、押して引けば、これはこの形。もう入るようにしか入らないという。
王子っ子が出てる感じですね。ここを外さないとダメみたいです。3カ所、4カ所、4カ所ありますね。これとこれとこれとこれ外します。外しました。極性ですよね。多分こんな感じで。なわけないよな。次って入る。